今回はハイスクール D×D20 進路相談のエリアルを紹介しますゲーム会場から突然姿を消したフェニックス兄弟依然その行方は知れずオカケンメンバーは動揺を隠せないそんなオリチーム D×D が知らされたのはレーティングゲームのプロリーグで行われている不正の事実だったまさか またこの小説で泣かされるとは思わなかったのがまずはじめの感想です。今回は一世回というよりも兵頭家回という方が正しいかもしれません。ネタバレになるのであまり内容は省きますが。 一世の両親の子供たちに対する愛情がとても深く感動して何度も読み返してしまいましたまたついに出るアーシアの金手などここまで読んできてよかったと思えるほどの出来でした D×D ファンはぜひ読んでみることをおすすめします以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。